なんかホリデーが満足いかんかったらしくてめっちゃ泣いてんねんけど、隣でお姉ちゃん寝てるからさ、元気出せよお前。幸せやん、急に幸せやん。ん、ちょっと待てよ、妹ちゃん準備課題に監督と仲良くなるってのがあるな。よーし呼ぶか。ん、お監督来た。お疲れー。ごめんな、23時47分に。ああ、なるほどな。いやー、楽しかったわ。じゃあ帰って。オッケー、友好を深めた。もうお前らに用はない、帰れ。帰れ。二度と来んな。ほんま、23時とかに来やがってよ。なにこれ。本当にもう行かなくちゃ、誰やったんやろ。俺、監督読んだだけやってんけど、一緒に来たあいつら何やったんやろ。海賊言葉の日。出たな、海賊言葉の日。アホイ、今日は海賊言葉で波に乗る日だ。誇り高い海賊として頬立て流れを読み喋りまくれ。やだ。カナエの仕事が、無名な商品を宣伝してお金を稼ぐ、集中する。無名な商品を宣伝してお金を稼ぐさ。どれだったっけ。やってもいいねんけどさ。これすると、まあ漏れなく減るんよね。多分確定かな、絶対に減るんかな。まず間違いなく絶対に下がっちゃうんよね、フォロワーの数が。まあいいか、今だってカナエアホほどいるやろか、フォロワーアホほどおるはずやで。お、ロイヤリティも減ってきたな。よし、143人のフォロワー失ったって。ふーん、9000人増えたって。ん？セレブなヨシコは極上な食事に慣れすぎてしまいました。肥えた舌を満足させる寝室の食事を取らないとひたすらに不快が増し続けてしまいます。なるほどな、マイナスステータスですね、これ言ってたやつやね。セレブになるとマイナスステータスがつくねんけど、極上じゃないとダメだって。そうや、海賊言葉の日やった。今日海賊言葉の話しに行こう。お姉ちゃーん。フィンゴーゼブス、フィンゴーゼブス、フィンゴーバーズロン。メイゼグローブ、クレイバー。メイゼグローブ、クレイバー。なになに？海賊ってそんな普通に共通言語としてあるの？で、海の物語も聞かせよ。生かしたやつだと褒めよ。いや、おめえは生かしたやつだぜ。イエー、海賊イエー。あ、終わったわ。あ、終わりです。海賊終わりです。ありがとうございました。終わりです。これ、いい食事のためにさ、ちょっと。サービス係を雇うってやってみよう。お、カナエの雇ったシムが向かっています。これサービス係の人にじゃあ美味しいご飯作ってもらったら極上の料理できんじゃん。ちょっとお願いします、イケてるやつ作ってください。ピザッツペニーさん、お願いしますよ。本物の料理ってやつを見せてくださいよ。君今、ん？お、フレンチトーストでも素晴らしい。って、本当？お、まだ作ってくれんねえ、お前大丈夫かお前。おい。こいつ料理終わったのになんで帰れへんねん。何落ち着いてんねんこいつ。帰れよ。いいよ、もう料理終わったんなら一回帰れよ。あ、そうや、これティーマジックパーソナルブロワー、これをね、もうお茶入れマシーンなんですけど、これをね、お茶を入れるでお茶を飲むと確か気分が変わんねよね。幸せかな。
集中したいねんけど、集中ってどれやろ。大丈夫か、大丈夫かなあ、俺バッテリー空やぞ、大丈夫かなあ。よしこ、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 気づけ、よしこ、大変なことが起きてるぞ、よしこ。よしこ。夏、もう夏か。季節が飛ぶように過ぎ去っていく。カナエはお仕事全部終えてるな。しかも、あれか、休日か。早く昇進したいから休みとか一日もいらんねんけどな。毎日のように働き続けたいのにな。これハウス汚れてないって出るのに、めっちゃ緑色の煙立ち上ってんねんけど、これもバグかな。ペット関係バグめっちゃ多いな。オッケー、もう焼いて、あ、もうアイオブラバ、はい、それでいいです。もう、はい、リリースして、はい、リリース、はい、はい、はい、オッケー。電話番号がネットに出てるんですけど、やっぱセルフはバカだね。ブラウン大好き。やべ、仕事始まっちゃった。なんか勢いで来たけど、何笑ってんねん。あ、衛星が低いんか。よしこ、ごめんよ、綺麗好きやのに。仕事パパって終わらせて帰りましょう。もう激草女優としてちょっと名を轟かせましょう。あの子演技うまいし、いい子だけれど臭いんだよね。フリーマーケットが街にやってきました。へえ。仕事終わった後誘われたら行きたいな、フリーマーケット。オッケー。なんじゃこの役。マジか。あれ、ちょっと待って、コスチュームに着替える成功してない。これなんか違う服ですよね。私主役なんですけど。あ、よかった。危うく大変なことになるとこやったで。ちょっと衛生低いな。歯を磨け、プロジェクト歯磨きじゃ。風呂入ってなさすぎて体が臭いけど、歯を磨き続ければなぜかいい匂いになっていく。よし、磨き続けろ。よし、こう磨き続けろ、歯を。よし、だいぶ綺麗になった。オッケー。じゃあ、お仕事、お仕事。おそらく今回は主役だと思うけど、初仕事よ。初主役じゃない？まあ、今までなんかちょっと主役っぽいのもらってたけど、多分、本当の主役初めてじゃないかな。よし、大胆に踊る。踊りましょう。これはミスられへんぞ。この仕事で一発で決めて。あ、なんかおとなしいダンスやな。よしこムーブは？来た！来た！よしこムーブ来た！やるんや。やるね。次はギター。ギター行きましょう。もうギターなんかお手のもんですよ。お任せ。あら、こんな簡単な曲でいいのかしらって思ってる顔よ。いや、いいぞ、よしこ。ええぞ。輝いてるよ、よしこ。次は？歌う。あ、歌か。OK。じゃあ次は歌。よし。なんかミュージカルっぽい感じの作品やったよね。タタッチョババっつったよね、今。ファブファブファファブっつったよね、今ね。俺聞いてるよ。ちゃんと聞いてるよ。ファブファブファファブって言ったよね。次は、あ、またダイス深夜。よしこの踊りみんな気に入ってるやん。あの女のダンスやばいぞってなってんねやろ。あれ、よしこさん、あれ、あ、よしこさん、今回ちょっとおとなしめのダンスですか。お、来た来た。入った、スイッチが入った。なんやねん。え、もう良くない、まだなんかあんの。あ、ここか。投獄シーン、大胆に閉じ込める。あ、何、保安官みたい、女保安官みたいなやつくなのか。閉じ込められてるんじゃないや、閉じ込めるんやね。じゃあもうこれ大胆に閉じ込めてくれ。閉じ込められてない、すでに。
え、なんやったらよし、あ、こっちから来たか。あ、びっくりした。なんかもたもたしてるよ。なんかもたもたしてるよ。チョキナフィルラティスコ。お前ほんまあかんぞ、お前あんなことしたら。ほんま。セット雑すぎへん？今んとこ歌って踊ってギター弾いて人閉じ込めただけやねんけど、これ成り立ってます？本当に監督成り立ってます？この作品今んとこ私演技したの牢屋に男ぶち込んだシーンだけなんですけど、これ本当に私主役ですか？あ、ゴールド評価なんや。じゃあいいけど。お、コメディースターに昇進しました。あ、コメディースターなの？私コメディースターなの？まあ、あの動きはコメディーか。よしこムーブは完全にコメディーやもんな。2825。 へえ。世紀末後スリラーで勇敢なアンチヒーローを演じる度胸があって物静かなスターを望む。研修医とハート。お、これ良くない？なんか本シーズンでは物柔らかな意志がポカポカとする体と赤らんだ方を診察しちゃいます。なんかラブコメっぽくない？これラブコメ良くない？いやいや、そういうのやってこう、そういうのやってこう。なんかもう一個の方も面白そうやったけど。魅力スキル5あるやろ？あるわ。よし、やったー。いや、ちょっとヨシコが順調にキャリアアップしていってるね。ここに来てお姉の人生充実してないね。ずっと配信やってるもんな。でもフォロワーがもうすぐ17万人や。あ、妹ちゃんギター弾き出した。いや、妹ちゃんギターもいいねけどさ、せっかくから魅力スキル上げてほしいんよな。ん？お前ベレッサか？いや、行くけど。いやー、ベネッサみんなで来たよ。友達のみんなで。サンタのおじさん、ホリデーサマー、お嬢巫女、そしてハンティントン3世。このいつもの仲良しの一面で。お前の誕生日を祝いに来たよ。もうハンティントン三世はすぐに腕立て伏せと腹筋をするんだから。服装を褒める。ご近所サンタよ。サンタもうサンタもういい。サンタ歌うま。え、嘘。え、サンタ歌うまくね？あ、終わり？あ、そう。ベレッサ、どうしたの？プジン。おほん、キンバ。ベレッサ、ハガ、ウィッツ、ベレッサ、ヤファ。ベレッサ、どうしたの？ベレッサだよね。ブレンカ・フラノーボ。まあ、それで言ったら私もどうしたのだから、まあもう。あ、ブシャーブ。なんかのオフ会やん、こんなん。よしこは良い評判が先行しているため、初めて会った趣味に自己紹介するとき、高めの友人関係から始められます。へぇ。あ、じゃあ有効的な自己紹介してみよう。こんにちは。サンバ。そう。ちょっとほら、通りすがりの人になんか、面白い人らやと思われて話しかけられたやんか。って、カナエ人んちで風呂入った挙句汚してるやん。床汚してる。なんじゃこの女。誕生日、あ、ケーキ。ちょ、見に行こう。ちょ、行ったれよ。行ったれ。みんな行ったれよ。みんな行ったれ。ハッピーバースデー自分。ちょっと、お前、行ったれ。行ったれよ。おめでとうと言ったれ、せめて。誕生日おめでとう。あと、お風呂ありがとう。あの、お風呂お借りしました。ありがとう。あ、ブーラシャカティーペイフェン。なんで床こんな汚れてんねん。そういえば二人とも役者やよな。二人とも役者やからシーンを演じるかできるな。ロマンス演じるか。ちょっと誕生日やし二人でロマンス演じへん？
嫌か。あ、ちゃうわ、あれお気に入っただけや、戻ってきた。あ、ごめん、演じるならちょっとこれ邪魔やわ、ちょっと待ってて。コサマ、ヤビスパー。オッケー、じゃあロマンス演じまーす。バケシラナンボ。あ、あ、バケモンがバケモン食べてる。あ、バケモンがバケモンを食べてる。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ちなみにそれを見ていたお客さんの反応です一人だけめちゃくちゃ笑顔やけど一人だけめちゃくちゃ笑顔やけど。じゃあ帰るね、ありがとう。なんで一回椅子座ったん。お疲れー。フォーク刺さってる。ひでえパーティーやったな。なんでね、あ、月曜日もう明日の19時か、明日のっていうかもう今日やな、今日の19時か。まあでもベネッサも年取ったってことでね、よかったですね。なんか超誘惑的やねんけど、なんかこうあの顔は取らないでくださいのポーズにしか見えへんねん左下ご飯食べようとしてんのか、まあお腹も空いてるしな。小動物もいいけど、なんか将来的には猫とかも飼いたいね。まあ、猫飼ったらもしかしたら十兵衛が再びいなくなってしまう可能性があるから、犬とかでもいいな。お姉ちゃん何が助かるって、自分と話せるから楽しさが一向に減れへんだよな。楽しくなくなってきたらパソコンやるか、もしくは自分と話すかで楽しさを上げれるから、社交も下がらんし、それである種無敵やねんな お前やめろや、ほんまにいや、いいけど、なんで髪の色変わってんの。夏やから。あ、じゃあシニアやからや。そっか、ベネッサ年上やったからおばあちゃんになってしまったんやおばあ、ん、今度はヨシコに電話や。ん、チョンベネッサといい友達だって聞きましたよ。あなたは最近みんなから好かれていて、ぜひお知り合いになりたい方だえ、誰これ、ホリデーサマーじゃないの。ホリデーサマーからなんかめっちゃ他人行儀な電話かかってきてびっくりした。ヨシコのフォロワー8500人ぐらいらしいねんけどさ、今お姉ちゃんのフォロワー246,800人マジか。コメディアンドイタズラフェスティバル、あ、マジ、コメディアンドイタズラフェスティバル始まった。これは行くか。妹ちゃんでもあれやな、もうもうじきオーディション行っちゃうな。よし、そうか、じゃあみんな年取っていくな。よし、片っ端からいたずらしていくぞ。はじめまして、どうも、カナエと申します。有毒ガスを食らいな、食らいな穴があったら入りたい、なんとも気まずい会話でした。それお前、初対面の相手に片っ端から屁をこき続けたら、それはいつか通用しなくなる時もあるやろ。しかし有毒ガスを食らいな